オッツベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 群に、属す、町村、オーデンバルト内に位置している。この町は、1972年に、かつての6つの自治体が合併して成立した。この町に属すすべての地区は、頂上に、オッツベルク要塞をいただく、オッツベルク山の周辺に位置しており、町の名、オッツベルクは、この山の名前から取られた。 オッツベルクの町は、ヘッセン州南部のオーデンバルト北部からディーブルク盆地に至る地域に位置している。オッツベルク山は、海抜130メートルから200メートルの地域にある、標高367メートルの死火山で、山頂にオッツベルク要塞があり、このため北オーデンバルトのランドマークになっている。オッツベルク要塞からは、天気の良い日には、 フランクフルトアムマイニアやタウヌス山地付近の眺望を楽しむことができる。オッツベルクの面積は41.95平方キロメートルで、ダルムシュタット D 郡で最も広い町村の一つである。地域の幅はおよそ8キロメートルから9.2キロメートルである。オッツベルクは北と東はグロースウムシュタット、南はヘイヒストイムオーデンバルト及びブレンスバッハ、西は ラインハイムとグロースチンメルンと境を接している。この町は、ハービッツハイム地区、ヘーリング地区、レングフェルト地区、ニーダーイコールクリンゲン地区、オーバーイコールクリンゲン地区、オーバーイコールナウゼス地区からなる。総面積約42平方キロメートルのうち4、4%が住宅地、5.6%が交通用地、64.5%が放牧及び工作地、 24.7%が森林0.6%が水域0.7%がその他となっている。オッツベルク周辺の入植は新石器時代にまで遡る。これは入植地の発掘により証明されている。紀元前500年頃の住民はケルト人であった。ローマ人もオッツベルク周辺に定住した。彼らはこの地に残った。 様々なゲルマン部族と共に暮らしていた。彼らは、西暦260年頃までこの地域を支配した。その後、オッツベルクは、カロリング町の王領であるビーシャ・オートムーンディシタット、ミット・ツビフアに属したが、766年に、ピピン三世は、ツビフアと共に、これを、フルダ帝国修道院に寄贈した。おそらクライン宮中博コンラートの時代にはすでに、 オーデンバルト北部の古田修道院領の大関係は彼が獲得していた。確かなことは1214年にウムシュタットやヘイヒストに及ぶ古田修道院領の上級大関係をライン級中博が獲得したということである。オッツベルク地域は結局1390年にライン級中博ルプレヒト2世の領土となった。1504年にオーバーアムトオッツベルクは ヘッセンホウハクビルヘルム2世のものとなった。彼はこのアムトを軍事力で占領したのである。彼は2万の不評と2万の騎兵を率いて南ヘッセンに侵攻し、ヒッペンハイムとベヒターシュトバッハを完全に破壊し尽くし、オッツベルク周辺の他の村も容赦なく破壊した。だが早くも1507年にはこのオーバーアムトはプファルツ領に戻された。1626年。 皇帝フェルディナント二世はこのオーバーアームトをヘッセンダルムシュタット紅白ルートヴィヒ五世に与えた。三十年戦争の終わりまでレングフェルトはヘッセン領に泊まった。ベストファーレン条約は新しいプファルツ選定効果ある一世ルートヴィヒに給料の所有権を与えた。オーバーアームト・オッツベルクは千八百三年までプファルツ領に泊まったが帝国代表者会議主要決議によりラインガワウガン地区は ヘッセンダルムシタット法博領となった。1972年にオッツベルク周辺の町村がレングフェルトを行政中心とする大規模な自治体、オッツベルクとして合併した。オッツベルクの町は合併以後多くの住宅地が設けられ、その範囲が広がり、産業地域が形成され、オッツベルク周辺は金銭的に改善されていった。オッツベルク要塞オッツベルク周辺の村が、 初めて登場するのは13世紀。最初は、オッツベルク要塞で1231年に、アテスバーグとして記録されている。オッツベルク要塞の役人の1244年の記録にレングフェルトも登場する。1261年には、クリンゲンがクリンガンとして記録されているが、これがニーダーイコールクリンゲンなのか、オーバーイコールクリンゲンなのかは明らかでない。 1357年に初めて、ニーダーイコールクリンゲンとオーバーイコールクリンゲンが識別されている。ハービッツハイムは1262年にアブーシスハイムとして初めて記録されている。1322年にはヘーリングがサバービームカストリエツパーグとして初めて記録されている。ナウゼスは11世紀にすでにニューサゼという名で記録が残されている。 オーバーイコールナウゼスはオーバーノウイーズス,ストとして1357年に、シュロスナウゼスはダズスロスリニューゼスとして1471年に、それぞれ初めて記録されている。オッツベルク内の最も新しい集落はツイプフェンで、1784年にジフと記録されている。オッツベルクには8つのキリスト教教会がある。このうち3つが、カトリック教会、5つが、 プロテスタント教会である。ヘッス選手は1969年から検討していた軍と市町村の新設を1970年に決定した。大義士は該当する住民の間にある抵抗をきちんとした説明と住民の興味を引く提案で解消すべきだと分かっていた。1971年末までに合併に同意した自治体には1980年まで交付金を 増額することを提案した。現在、オッツベルクの各地区を構成している6つの自治体のほか、最初は、ビーベルスバッハの代表者も交渉のテーブルについていた。議論が進行するにつれ、住民投票の結果、ビースバッハは、グロースウムスタットへの合併に傾斜していった。1971年5月にはすでに、町村合併委員会、オルツグル・ペレングフェルトは、 境界修正協定に合意した。そして1971年12月31日に、旧町村のハービッツハイム、ヘーリング、チップフェンを含むレングフェルト、ニーダーイコールクリンゲン、オーバーイコールクリンゲン、シュロスナウゼスを含むオーバーイコールナウゼスが合併した。以下の表は、オッツベルクの人口推移を示す。2006年6月31日現在の、 総人口は6,936人、約2,885個である。地区ごとの内訳は、である。オッツベルクの議会は31議席からなる。青字と赤字の上に二重の環状壁で囲まれたベルクフリーと、それに重ねて小さい縦型。小建てには、プファルツ量を示す青と白のひし形模様と、黄色字に王の文字。オッツベルク要塞。 編集オッツベルク要塞オッツベルク要塞は標高368メートルの同盟の山の頂上に立っている。カストラム・アテスバーグは1231年に初めて文献に記録された。この要塞は12世紀末または13世紀初めに建設された。要塞の姿は16世紀に建設された楕円形の二重の環状壁、ロマネスク建築を起源とする ベルクフリートに特徴がある。この要塞の性格は、大砲が採用されて、以後の時代のもので、塔が全くない塔の点が、典型的な特徴である。シュロスナウゼスの水木、編集シュロスナウゼスの水木は、オッツベルク南東の渓谷に立つ。ナウゼス城はもともと、水木として建設されたのだが、防衛施設や堀はもう見られない。本館と、ロ門だけが残されている。 現存する付属建造物は19世紀及び20世紀に建設されたものである。レングフェルトの旧役所、編集レングフェルトの旧役所街道の真ん中に立つ旧役所は1717 17年に建設され、町長のヨハン・バシュティアン・バウアーによって落成式が取り行われた。この役場は1905年イコ保護文化財に指定されている。この建物は3階建てで、 半節つま屋根の下は大きな屋根裏部屋になっている。1階は左岸の霧石を積み上げた剣道菜に仕上げられている。上階は木組建築の広報で作られている。1階には南北方向に通り抜けが設けられている。1973年まで往来は役所を通り抜けていたのだが、その後役所を迂回する道路が初めて作られた。1974年から、 エッセン民族芸術博物館がこの建物を利用していたが、1984年からは、オッツベルク博物館の一部門である、ガング博物館が利用している。文ン,ンミューレ、編集18世紀の終わり頃にレングフェルトの外れ 0.5km ほどに建てられた文ン,ンミューレは、1983年から1993年の間、 第2イツテレビのテレビシリーズ、ディーズドラオーンバスックスの撮影に使われた。この水車小屋の住居部分はすっかり老朽化した。その他の建造物、編集ニーダーイコールクリンゲンの旧役場レングフェルト、およびニーダーイコールクリンゲンのクーグラーベンや、オーバーイコールクリンゲンのカルゲンヘレ、クートレンケ、モルトカウテ、グリースブッシュ、ガウルスグレーベン、ハルデ、 フェルスビーゼアム・カルク・オーフェンといったホラーないずれも自然文化財に指定されている。バルト・シュピール・プラッツ・ヘーリングは家族や子供の行楽地である。この広場は木製の遊具やティッピーに似た小屋があることから地元の人はインディアン・シュピール・プラッツと呼んでいる。ここにはグリル広場もある。上述のクーグラーベンは1975年以降、ニーダーイコール・クリンゲンのサークルに 人気のグリルフェスタの会場となっている。ユンカーバルト青年店と広場には小川が流れ、子供や若者たちに自然に密着した休日の過ごし方を提供している。ヘーリング地区にはミニゴルフ場があり、若者や老人に大変に人気がある。このミニゴルフ場はオッツベルク山のふもとにある。オッツベルクには2004年現在628人の非雇用者がいる。そのほとんどが 製造業及び商業、観光業、交通運輸、あるいは公的、私的なサービス業に従事している。農業の非雇用者はわずか5.7%である。同じく2004年現在、オッツベルクには229社の企業がある。オッツベルクは、レングフェルトに、広さ15万平方メートルの産業地域を有している。産業地域では、TNT が、 広さ4万3000平方メートルの敷地を占める。ここでは、ピレリやメッツラーの製品が在庫、発送されている。専門家の世界では有名なアドルフ・ノイベルトの企業、ユーロカートもある。この企業は、レーシングカートやそのパーツを供給する会社である。ミハエル・シューマッフ派、シテファン・ベロフ、ベルント・シュナイダー。 ティモグロックといったモータースポーツのビッグネームがこの会社の製品を用い、モータースポーツにおける最初の経験を積んでいったのである。このほか、現在、オッツベルクでは中小企業や農業の企業が主である。この街では週刊新聞、オッツベルクボーテが普及している。この新聞には、街や地区の報告のほか、サークル活動や各種行事のお知らせも掲載される。 また、オッツベルク町が発行する広報誌もある。また、ダルムシュタッターエコーの地方版が不定期に刊行されている。この町には基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。